今 A ロングのクリアリングできませんでした。さあサイトラのフォルタレン食らってしまっている。その隙にメーターのエントリー、 A ショットではショーティー、ただサイトラがメーターのダブルキル、スポーンに位置していたアステル、これはカバーに入れなかった。スパイクを設置、スパイク設置、3対4でのリテイクを強いられているクレイジーラクーン。スポーンの張り付きにはメテオ、パラメニアを切るかどうかちょっと迷いますね。この場面アフターショック入っている、リオンメテオを取り返すが、ここリズさもある。パラノイア入れてサイトライン、フラッシュポイントで時間を稼いでいる。返しのフラッシュお見事ですね。そしてサイトライン、この射線の組み方、ジョジョ全フト起動を取ってファーストラウンドはノーセプション。いい中にはアランボット、反応はしたが抜けたかどうか、ここは警戒している。リオンブレイドストーム中央マウガー、ここはリオンが抑えます。その隙にガレージ、シーロングの進行、シーサイト内ではメイン、ジョジョが取り返すがスポン側からリオンのカバー、リオントリプルキル、残された全フ、リオンが取りに行くか、ここは全フ、最後はアステルが抑えてクレイジーラクーン一本を返します、ね、その隙にシー側のエントリー、リオンのカバー間に合っているが、 お互いフォルタレンを使っている。メイン、ダブルキル、シーロンからジョジョ、全フ、シー側を切り開いていく、シーカーはノーセプション。うーん、アステルフルでアビリティありますからね。サイトライン入っていったが、ここはジョジョが返している。ノーセプションは3本目です。リテイク、メテオの位置、その先には3名、エロクトル打ち合い、カバーのメテオ、インスモークネス、うわ、その隙に B プラント、クロムザシャドウで飛んだ先にはブラックウィズの背中が見えました。確認はできたんですけど飛べませんでしたね、いたことで。サイト内ではメテオ、テールウィンドが上がっている。いや、ガレージのアランボット生きてるの強いですね。メテオ成功、ノーセプション4ラウンド目。そうです。そして7サーも起きるが、テールウィンド関係ない、入っていく。サイトラ、ただこの配置であればタイヤのスモーク、ここから来たメテオ、リオンが落としてポポガチのカバーも間に合っているぞ。サイトラが重なった、 C でキャリアダウン、 C が切った、残された全フ、スポーン側パーフェクトラウンド、クレイジーラクーン2本目です。対してノーセプションはブレイドストームのみというところ。シログでの交戦、心打ち合いはリオンです。 C 側のアクションが大きいですね、非常に速い攻め。もう抜かれたか今の。またしてもジョジョは抜いていった。そしてメテオ、この位置はテールインドがない、逃げれないが、おいカバー、エリアリーのカバー、7サーブで後続もカットしている。3対2、人数差だがトレイルブレイザー、ここは2発目の7サーブ、トレイルブレイザーむしろそれで止めましたね。おっと、ジーロングに引いているところ、ネスが抑えて2対2、ガレージにも反応はない。あー、これ解除してないの見られましたね。ショットパー打ち込んだ、残り白身との打ち合い 1v1、 ここでの打ち合い、ハウマで上がっているがワンタップ、トレイルブレイザーです、ね、奥から来ていたデリアリーをカット、ようやくオペレーター出せましたから、ここでのファーストブラッドは大きいですね。あとは配置も変えてますし、ガレージ今回は抑えられるようにね、わざと中入ってますから。ローリングサンダー、エリック追撃、ブレイドストーム、トレイルブレイザーの回収を食らいましたが、さらに前に出るフラッシュポイントからこの位置、いやーうまい、ジョジョのカバー打ち落とした、アップドラフトを打ち下ろすが、ただこれ壊せん、壊せるか、アフターショック打ってますね、ちゃんと取っておいてますね。Aリンクをさらに押していくジョジョ、全部自してませんから、わーこれで A 外だ、コズミックディバイド回して A 側のプラント、非常に強力なプラントが入っている。このコズミックディバイドかなりいやらしいですね。そして恨み、ここはリオン、さらにスポン側でもメイが打ち勝っているぞ。しかもこれ一瞬全フポジション見られたんじゃないですか。コズミックディバイド解除、 1v1、 シーカーが上がった、しかもこの設置位置ですから、ただ残ってるのはリオンなので、スモークアビリティ全部残します。
うわー、シュー切れ目、またしても全フ映画のプラント、油断しませんね、ノーセプション。スポン側早めのリテイクというのも7サーブ、ただヘブンからメイ3対3だぞ。リロードの隙を突かれましたね。ファイトライン7サーブ、スポン取る打ち合い、デリアリー HP がないぞ。あ、これは分からなくなったぞ。ヘブン下のブラックイズ孤立している、 1V2、 またしても 1V2 だ。おー、ここはレスリオン、ガレージの爪、ここはスペクターデリアリー、これ大きいですね。ガレージの主導権をノーセプションが握りました。しかもこれはミニマップ上だから分かることですけども、A 側にしかいません。ブラッタバック突っ込んだ、ゼンフのカバーまだ生存している。ゼンフインスモーク飛び込んだところ、ジョジョのスモーク抜きのカバーもあった。最後はサイト、ただ、さあジョジョはローリングサンダーもある。ショーストッパーをケアしてノーセプションがどの位置を取るか、かなり全体的に引きましたね。サイト中のリテイク、しかもブラックビズがこの位置、ただスモークを使って裏から進んでますね。ショーストッパー切っている、ショーストッパーにローリングサンダーの開始。いやこれ裏取り刺さるぞ、裏からブラックビズ、フラッシュを食らしまった。グラビティウェルで解除阻止、そのまま打ち合い、時間がない、一人ずつ行くだけ、前に出たジョジョ、しっかりとヘッドショット、前半いわゆるテンプレートを壊すような動き、はい、そう、前目の位置メテオ、中央の情報を一気に奪われてしまったクレイジーラ君、映画に進行するしかありません。ただその先にはすでにメテオが入り込んでいる。いやー素晴らしい抑え、クラシック、クラシック、残されたリオン苦しい、スリフティ、これゼパダーカバーフォールトラインで引いていく、その隙にアステルがプラント、あとはこれリテイクをどうするかですね。 A のリテイクは、まあ、このヘイブンが出た当初からかなり難しいと言われている。さらにはスペクターが2本と武器差もあるラウンド、シュアル今回アビリティを受けるために全員後ろ下がってますよ。さあトレイルブレイザーヘイブン下サイト中で一気にクリアリングを取っていきました。そしてメテオスパイクに触って前に出る、アターショック、さらにエンショート前に出ているメテオ、うわどうなってんのこれ、アップドラフトかき回している、いや位置が待った、取り上げる合ってる、時間がないぞ、ローリングサンダーを構えてます。いやーないか、ハーフまで上がっていた。いやこれはすごいな、凄まじいキルも飛び出しましたが、これはすごいですよ、リーズがありましたよ。そうなんですよね、ただアステルも上がってますから、ファーストブラッドのメテオ、ブレードストーム、シログ、ここはリオン、ブラックウィズバレてない、 HP のないリオン持ちされる、ショーストッパーでのエントリー、シロングに打ち、うわこれは絶対ショーストッパーもここは空を切る、ロックダウンも入ってさえメテオ詰めている、ガイディングライトともに上がっていく、ここは1-1交換、ただリオンが落ちました。次にクレイジーラ君 A 側への進行、しっかりとアタッカースポーンで待っていたネス、 A 側のプラントすでに、さあ壁が落ちるぞ、ここのチャイフォブ勝ち、配信のスクリーンないのでかなり苦しいぞ、お互いの離婚、最後の一人だ、残されたデリアリー 1V3 壁1枚挟んでコッポ勝ち、スネークバイトの開始、入っていったメイン、強引に入った、離婚を壊してファーストブラッター、ジョジョうまい、さらにサイトラカブラックイズ、ブラックイズ、スポーン側からのカバーは落としていたクレイジーラクーン、ただサイトラカを制圧することはできません。ハンターズフューリーを上げに行くポポ勝ち、ノーセプションとしても削られたくはありませんから、ここは無理には顔を出さないでしょう。残念だ、最後は全フ、我々の違いは、いやこれリプレイ欲しいラウンドですね。ここは体勢を立て直すがメテオ、アスブラット、カタラタ2人持ってった、しかもアステル落とした、トキシックスクリーンがない、トレードマークを破壊し
その隙にジョジョ、中央進行のリオンを抑えています。力熱裏を取った。ただ残り時間15秒。テレフォンまだやられた。これ前夫がいるのバレて、あー A 進行だ。時間がない。一応できるかどうか。ブラッシュドライブ熱設置は倒せますか。設置はできたぞ。しかもうまく倒せた。よく取った斉藤ら前夫。さあ連携を取れるかどうか。難しい位置だぞ。残り1名。1v1。ここを取ったな、セーフ。あの状況からよく 1v1 に持ち込みました。向こうが怖いが。面白いですね。メイがうまく気になってる。セッティールメイ。さあ、ここを開けれているので。本命は。ウッドドアから中が通せる。ダブルドア。重要なのは斉藤ら、メテオ。ブラストライブ避けれない。ネスのシェリフ見えませんね。 HP のないデリアリー。ここは一石交換。いや、リオンが全歩落としている。キグラうまい。車線の組み方はクレイジーラクーンが一枚上手だったか。ライディングナイフから強気に飛び出すジョジョ。最後はダースが刺さりました。ネスが抜いてメテオのオペレーター。これ逃げれないんじゃないか。逃げない。逃げない。ガイディングライトのカバーもらえば問題だ。テールウィンドがないなら2キル取ってあげればいいじゃないと。なんならまだ引きません。当たりそうだった。いや、当たってるか。壁抜き。しかもエースメール。敵残り1名。残ったリオンの位置見えているぞ。壁抜き当たっている。いや、ブラックイズン。さあセットが入っているぞ。ここで絶望のオールドローン。ただデリアリのカバー生き残ってる。メイが倒すと思ったんですが、リコンも丁寧に壊して。サイトに入れていないぞ。いや、うますぎる。しかもトレベーターサイトの中で打ち合い。ブラックイズ、ジョジョ全負。リオンが1キルガチか。最後はジョジョ完璧に。さあリコン前に出る。メテオさあスロー進行のネスバレてはいないぞ。おオペレーター落としてフラッシュドライブ。このキルを受けてデリアリー A 側に寄っていきます。アタック側スポーンでキャリアダウン。ただ前夫デリアリーサイトライ耐えている。その動きがかなり一ちょっと。おお、デリアリー勝った。階段のデリアリー。そしてブラックウィズ。うーん、押すね。これは出会っちゃうかもしれないですね。出会う。ここは振り向いた。メイが勝ったっていますね。 A を詰めているブラックイズ。ただショップからはアステレです。オペレーター置く位置が非常に難しい。ドアから飛び出しブレードストーム一瞬でキャンセル。おお、2人で抑える。落ち着いてますね。エリアリーが落とされるが、サイト中ドアから入ることができた。リオンダブルキル。リオンが作った。ワイパーズピット展開する前に決めきりました。ヌルコマンド引き目の配置。ブラックイズこれは逃げれない。耐えれるか。ブリッジからセーフ。いや、耐えてますね。サイトラッカーデス落としている。さすがにここはシャックボルト。ただ階段上からジョジョ。うまい。全フジョジョのコンビ。位置はバレましたが、それでも今ミッド側にいるのはバレてますからね。最後の一人だ。残されたリオン。時間がないですね。顔を出してはくれない。そして最後はツールドフォース。前半ラウンドは7対5でカメラを壊せたので、あー、挟まれる前に先に自分たちからアクションを取りに行ったのは CR ですね。中央3名人数をかけて先に中央を潰しに来ました。残るは B メイン。うまい。 B メインの進行。いいカバー。ジョジョメテオ。ポポガチが1キル返すが、ここの打ち合いネス。落ち着いてますね。ネス裏取りも来るぞ。レイ残り1名。残されたメテオ、落ち着いて囲んでいきました。ファーストラウンドはクレイジーラ君。本当に CR は今回ステージ2でローテーションのスピードが上がりましたね。4名いる A サイト。
ドアからゆっくりと勝負を仕掛ける。メテオ。奥の壁よ。最初はか？凄まじい動きだが、ここは捉えました、アセル。さらに A サイトからのエントリーは、ブラックウィズが打ち勝ちます。メタル、取り残されているゼフ。ドンネブ。生き残った。ちょっとダメージ食らいましたけどね。ナイフを食らう寸前のランデブでした。サイト中、挟み込んでいたデリアリー。持ち帰るような武器がありませんね。これは削る動きでしょうか。ライディングライト。ここはブラックウィズ。出ているノーセプションの方が取りやすいですからね。さあ、クラウドバーストから、ライディングライトですが、ここは少し足が速かったか、逆にフラッシュを食らってしまい、エンサイトからの射線が通ってしまいました。メイポップ勝ち。もういった、ビリティ。今のクラウドバーストどっちのですかね。A メインを詰めているメイン。さらにメタルも詰めていたか。人数有利ですからね、足並み揃えて取り返せばいいだけ。こんなディフェンダーサイドが5人がベースに集まるというのはね、ラウンド開始直後以外に見れるとは。さあ、ヌルコマンドを打ったネス、ここは早々にブラックウィズが落としていきます。さらに中央からジョジョ、ネスは起き上がりました。だいぶデリアリー武器的にも苦しいですけど、ショックバルト、あくまで削る動き。当たった、ブラックイズ。おっと、これはどうだ。スネークワイト入ってはいないか。入るか、際どい。ネスが解除入っている。ネスは落とした、ブラックイズ。うわ、メインも落として危ない。武器を取られたら結構きついぞ。ランデブーもありませんし、このブレイドストーム捉えていったメイン。これでチャンスですね。ようこそ私の世界へ。サイト内バイパースピット、B メイン、しっかりと警戒している。すごい動きだメイン。3対2、人数よりはクレイジーラクーンだが HP がありません。うわ、お前ただ一人で靴下残された。ブラックイズ 1v2、 飛び出たコンボタイム。なんだ今最後の一発が。ゼロポイントで止まりましたね。アダツユリ、メテオに一発。一度下がってリグロースもらってからの再展開かな。ただファーストブラッドはブラックイズ、メタルからの射線が通っていました。ただスポン側がわからないので、これ以上進むことが難しい。そしてバイパースピットの中ではアセルが耐えている。アセルダブルキル、トリプルキル。抑えた、スパイクオンした。 A メインを抑えきれればここのラウンドかなり硬いでしょう。やったわ。さあ、ブリッジを落としたブラックイズ。時間もないんですよね。残り12秒。いや、行かずに終えるつもりか。セーブの判断、ジョジョ、ブラックイズ。アッセル冷静ですね。最後の一人だ。フラッシュになりましたね。ネスの動きがどうか。フラッシュドライブ、スネークバイトの中で耐えている。フラッシュドライブ、あ、体力がなかった。デリアリーもリオンを抑えてそのまま B サイトをプラット。メインはオペレーター、リテイクはどうするか。サイト奥に入ろうとしてデリアリーを抑えて2オン2。スルー動き、お互いのジェット。さあ、ここでスポーンからアステルも到着しました。サイト中での打ち合い、メテオクラウドバーストはないが、残り1名。ノブワン、うわ、そこで立ち回る。回っているジョジョ、会場に入っています。ハーフアップ、横からジョジョ、これは警戒できない。スコアしない。ハンターズフィールは早めに打ち込んでいく。ただサイトラゴン焦る。ここはハンターズフィールお互いにショックボルト、さらにフラグメントで設置阻止。サイトに入るところはデリアリーが抑えた。メインのオペレーターの車線が通っている。一瞬離れた隙間、おプラッシュレース。これ設置がかなり困難になったぞ。バイパーズピット囲い込んでいる。レースがさらに記録化されて、残ったらブラックイズ。レースがうまく立ち回ってのトリプルキル。完璧の一言に本当につきます。ヌルコマンドでの遅延、そして
でフラグメントも組み合わせていくしづらくなったんじゃないかなと思いますね。嫌なイメージが今ノーセプションに植え付けられたと思いますよ。最初は強気に打ち合ってから味方のカバーを待ってショックボルトも入っていましたね。うまいですね。こうしてみるとネスがおここはでもメインが射線通したぞ。メタルゼロ強気の打ち合い、さらにメインのオペレーターと抑えているクレイジーラクーン。もう強力なアルティメットないですからね。果敢に打ち合うポーカチ、中央でキャリアダウン。最後の一人だ。 A メインのブラックイズもアステルが抑えて残された全譜 1v5。その先にはオペレーターを携えたメイがゆっくりとあと30秒こうしている。 A ショートのガーデンまで移るクリアリング。ファーストブラッターメテオ HP がかなり削られています。さあエメイのコントロール、クラウラーでワインは見えたか。うん、どうだろう、見えてるようですね。すごいとこにいたぞメテオ今。ただメテオこの HP で力15HP で2人持っていきました。戦闘突っ走っていきましたよ。なんかもう時間稼がれるのが嫌だから。あ、これ強いんですよね。ほんと彼のカメラキップ。セントリー設置。残り HP は少ないメテオ。お、乗れた、これでかいぞ。位置は割れているメイ。残りダブルキル 1v1。体力が少し苦しいですが残された戦譜。残り時間はない。いや時間を稼ぐこの動き、綺麗な戦譜 1v1 でした。奈良さん関係ない、突っ込んでいく。ただアッパー強気に守っているのはポーカチ。位置を変えてフラッシュドライブ、クラッシュバッター。おお、うまい。あとちょっとスモークが間に合ってれば。さあスポン側、その体力でいく。インスモークを警戒させます。ブラスバックでのエントリー、マーケット当たらなかった。ここは最後アステルが決めていきましたが、いいか、情報取れたんですよね。 A メイン前目の位置、銃口が見えた。もう1名のカバー、お互いのスモーク役が落とされましたが、ジョジョのカバー。これはフィスカーから電話かかってくるぞ。フィスカー A ショートのネスはまだ動きません。稼いで待ってますね。フラウラ襲来、フラウラ食らった。あ、ただジョジョがカバーで倒してますね。むしろ張り付きのデリアリー。おお、勝った、全部倒した。これが RGX バンダルとショットガンの匂いが怖い。フラグメントで後続が切れている。パラノイアのカバー、ファーストブラッドを合わせる。あと30秒。パラノイア管理でいく、フラッシュドライブ。いや、うまい、横ついている。ナイトホールを打ち込んでいきましたが、あーすごい本数、絶望的なこの人数差。まあ全部いるのは分かってますからね。うん、開始はロックダウン、そしてヌルコマンド、リテイクのアビリティが揃っています。強気にヘブンを抑えにいっている。でも引かない、お互いのロックダウン。メテオ上がってるぞ。メテオロックダウン壊してる。いや壊したか、なんとか間に合ったか。サイト中、ブラックウィズ一人がサイト中孤立してるので、フロムザシャドウ、これは一瞬下がるだけ。さらには7サーブでデリアリーポーブが直結している。戻りましたね。ネスリオンとキルを取るが、さあ解除してるぞ。ハーフまで上がってる。いやガチか、フラグメントどうだ、解除成功。間に合ってる。いやもう避けていく。おお、サイト中カバーのスモークがあるが、そのスモークを利用して逆に手前まで来ているのはメテオ。左右から挟み込んだ形、ショーストッパーでネス、正面を思いっきり取り返しました。ダブルキル、スパイクを設置。 E メインからのブラックウィザーどうか。いやここはリオンでしたか。メテオダブルキル重なった。うまーくスモークを利用した立ち回り。サイト裏からデリアリー、動きというところも含めてすごく対策できた。早い早い、エーズメになりそうでしたが止まります。
止めは本当。シュラードステップ抜けていたブラックイーズ。サイトロックとの打ち合い、ここはメイ。これでもまだ人数より残されたデリアリー設置するしかないですからね。シーズン入れて、アッパーからのダブルピーク、気に求めない。さあ本当、イリーチは分かっているぞ。ヘブン下メタが抑える、これ便利ですね。ヘブンが強気の打ち合っていくリオン、ポポ勝ちのカバーも入って3対3、かなり強力なロックダウンが入ってデリアリーは前目の、いやどうだ、ここはボボガチダブルキル、と前方のカバーが取らなかった、しかもバレた、シーズドペイントだ、ここ合わせるんだ、逃げれない、確実なリテイク、クレジーラ君、入り込んだところ、もうやされている、これは当たってはいないか、バイクを設置、これは恐怖を見せてやる、 A ショートを狙いに行きました、当然打ちますよね。ただナイトホールにはナイトホールの開始、画面上がすごいことになっているが、ネスがペイントダウン、さらにはアーセルのキル、メイのキルも入ってアシストがすごい記録、最後はアーセルのキルとなりました。これヘミン詰めてるの、ここはリオン苦しい守り、イテイクの形になるか、ただナノサーブ、あーちょうど壁貫通しましたかね。そうですね、プラウラーを打っていったようですね。ポポが血をかいてしまいましたが、そのままアッパーの進行、正面を早めに取り返しに行ったノーセプション、最後の一人だ、ロアからメイネス、これは設置、さあまずは中央のクレーリングですが、ファーストバラッターメテオ強気に打ち合っていました、打ったことですよさっき、ショートの2段やり返しましたね、ますがうまくホーントを避けている、デリエリ音が聞こえない、援護は何もできない、設置の音が聞こえていないか、いやここは反応している、ここだよ、あとうわデリエリダブルキル、よく抑えましたねデリエリ、このタイミングでのポップフラッシュでしょうか、正面しに行ったがリオンは避けている、リオン隠れてましたね、こうなるとデリアリー強気に切っていった、対面切りましたね、ブラストバック壊すことはできない、いや壊せなかったか、ただこうなると B 進行が体への返し、メイクがダブルキル、自分でも見れましたけどね、ブラストバックを入れながら壊しに行ったとは思うんですけども、止めましたね、A ショートの進行はしっかりと止めている、さらにはワインからメテオ、下がることはできない、味方のカバーも望めない状況、 A ショートの進行はサイト内、ジョジョブラックイズで止めるしかない、ここはネスが2枚返した、パラノイヤ、ただここで A メインでの交戦が非常に重要、いるのは分かってるんですけどね、サノスキンデリアリーサイト中のネスを抑えて2対1、タレットが反応した瞬間のフラッシュドライブから落ち着いた、ギリギリこれ当たったか当たってないか際どいですね、ジョジョにだけ当たってる、さらにホーントの開始、ジョジョ2枚抜いていった、最強くのデリアリー針にいった、おがちスモークの針ギア、あブラックイズ裏取ってる、そうですかね、それかフロムザシャドウか、足音を聞いて立ち回っているデリアリー、あと10秒、時間がなくなりましたね、セッチョンからここはデリアリーです、面白いオフアングルな位置にいますね、あそこにプラウラー流すことがどれだけあるか、普通にいった、ここのカバー、これ武器持ってるメイがサイト内バンダル2本目回収できるぞ、しかもロックダウンある、なんならセッチもできる、メテオがポポバチ間違いなくロックダウン切るでしょ、中央で落としていますね、あとはどのタイミングでロックダウンを切るか、このタイミングか、はい、パラノイア A ショートへの圧力、ヘブンから降りた敵はデリアリーが落としていった、順番に削られた、最後はデリアリー
リテイク成功。仲間からの要請があったので一瞬外してパラノイア構えたんですよね、はい、ただ結果的にショートがあんま来なかったんですよ。でヘブンからの飛び降り許しちゃったじゃないですか。あ、エントリーだ。手前にいた。うわ、避けられた。メテオがアップドラフト。ただ今度リッチバレてる。抜き切ることはできない。ただ倒しきれなかった。挟み込んでいるメテオ。苦しい状況。ダブルキル。え、2人持ってったぞ。うわー、あと1人だ。相手の前目、徹底してますね。本当はクラナ1、残り1ピア30。もちろん飛んでくるフラグメント、前に出れない。フラッシュドライブ完ピーク、すでに回収に入っている。ああ、壁行き。最大。お、どうだ。ハーフまで行っているぞ。一人マーク。ガチだ。回収。うわー、倒した。